皆さんこんこにちは私のチャンネルへようこそ。全日本実業団対抗女子駅伝クイーンズ駅伝24日宮城県松島町文化観光交流館前甲信ボムアスリートパーク仙台6区間42195キロ写真池とアンカー太田の背中を押したすきをつなぐ鈴木やあゆこ。 JP 日本郵政グループが2時間13分54秒で4年ぶり4度目の優勝を果たした。勝利の立て役者となったのは、最終6区、6、795キロ、で21分02秒で区間賞を獲得した太田琴奈、29。僕で五輪に大会出場の鈴木由子、33、が積水化学、新谷とみ36、とのデッドヒートを制し、 2と1秒差でたすきを渡されたときに、いけ。と背中を押されたという、あゆこさんからたすきを受け取ったときにすごく力をもらった。これは2番で帰れないと思って、頑張ることができました。序盤は積水化学、森近加子を追う展開となったが、5キロ過ぎで突き放した。たすきをもらったときは怖くて、どうしようと思ったが、 沿道に JP 日本郵政グループの応援団の方がいて、ここで諦めてたまるかと思ったと力に変えた。最後はぐんぐん差を広げ、史上9チーム目の連覇を狙った2位の積水化学に27秒差をつけた。太田は、皆さんにサポートしていただいて、良い駅伝ができた、とかみしめた。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。